どうもフグスケです。というわけでね、今回はアギルダー、このくっそ早いで有名なこのアギルダーを育成してきたので、皆さんにちょっと紹介していけたらなと思います。このアギルダーというポケモンね、もちろんこの素早さがくっそ鬼のように速いっていうのは皆さん知ってると思うんですけど、ちなみに素早さ S が145あります。なのでめったなことでは抜かれることがないんですけども、まあそれがね、相手がスカーフとかを持ってたらまた話は別なわけですよ。なので今回特性は軽技採用して、で持ち物タスキ持たせてます。タスキを持たせて軽技で、結局こいつ何がしたいのかっていうと、はい、こちらですね、技が、あくび騎士回生こらえるトンボ返りというわけで、このポケモンのコンセプト、今回アギルダーのコンセプトをタスキで耐えて騎士回生ばらまくっていう方で作ってきてみました。でもし騎士回戦の通りが悪ければトンボ返りでまた帰っていくと、例えば相手が死に出しでゴーストタイプなんかを投げてきたらトンボ返りで帰って、また次の、騎士回戦、格闘技の通りがいいポケモンが出てきたら投げて、その時にはもう1なので、そこで騎士回戦またばらまくっていう方をね作ってきたので、でもしタスキが潰されたとしてもこらえるを使って1しっかり耐えて騎士回戦の火力 を出していくっていう方ですね。で、あくび採用に関しては相手が大魔切ってるポケモンにも出しやすいようにあくびを採用しました。まあ確定で一発耐えてあくび打って相手にどうするかっていうタコを迫れるっていうところが強いのかなと思うんで、まあこのポケモンね使ってみて想像以上に使えたんで、まあちょっとねその辺は見てもらった方が早いかなと思うんで、早速実践の方行ってみましょう。はい、マッチングいたしました。たぬき1号さん、対戦よろしくお願いします。ヌメルゴン、バイウール、ドラパー、ギャラヒヒダルマ、ギルドガルドと飛んで、初手飛んできそうって言ったら、やっぱりこの中やったらドラパー、ヒヒダルマ、ギャラ、バイウールもないことはないが、ヒヒダルマ、オッケー、アギルダ行こうか。アギルダ、あ、アギルダ、アギルダ、シャンデラ、アギシャン、マニューで行きましょうか。ギルドガルド、はい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 、まあこれはね、アギルダの初手トンボ返りを、いや、これあくびで相手の交換先に起死回生入れるっていうのはどうよ。まあマニューラ交換きついよな実際。ということで、あくびで交換先に起死回生入れるっていう感じでいきましょうか。まあもしアギルダの型を知ってるのであれば、まあ命がけとかが一番有名なんでしょうけど、知ってるのであればここね、影打ちとかでタスキ潰すなり何かしてくるはずなんですけども、まあ、これで居座られるのかどうなのかっていう。でもね、ドラパーがいれば多分ドラパー放り投げてくると思うんですよ。けどゴーストゴーストでこっちシャンデラいて選出っていうのがどうなんかなっていう気はするんで、まあドラパーをね確認するしてもトンボ、まあくびで流せるんで、ここは起死回生打ちましょうか。あ、殴ってくると、身持ちかこれ。禁止、身持ってるんかこれは。普通にグッドナイトしたんだが、じゃあトンボで、やっぱねこのトンボ返りと起死回生のコンボがめちゃくちゃ強い。これでギルドガルドのタスキを潰せたっていうのも、まあタスキかどうかは正直まだ分かんないんですけど、
ですけど、まあタスキ止めるのが妥当かなと、はい、思うんで、ここはシャンデラちゃんの鬼のような火力を押し付けていきましょうか。まあこれでバイウールを出しても大してアドないんですよね。なのでまあシャドボの通りが一番安定なのかなっていう。はい、 OK です。しかもまだ裏には正直あのアギルダの勝手、うん、弱砲か。はいはい、なるほどと。まあここで弱砲、まあ、発動しようと、まあ、あのマニューラで縛っちゃってるんで、つぶ手でなんで大した脅威ではないかなと。まあできることならここで起きなければ、ああ、はいはい、目覚ましたと。で、覚まさないで欲しかったんですけども、鍵打ちか。さすがにね。おお硬い。このシャンデラ、HC ぶりなんですよ。HC ぶりの突撃直気持ちなんで、耐える。マジか、クソでかくないか、これ。はい、ヒヒダルマ OK。まあ、ヒヒダルマは、まあ、アギルダーの起死回生で落ちるんで、飛ぶんで、で、おそらくこだわってるとは思うんですけども、ここは、シャドウは安定で、裏、ドラッパー、いるのかなっていう、予想はあるんで、けど、ここで、何がきついかって、ドラパだったらきついんですよね、結局。しかもこのヒヒダルマ、タスキ型もなきにしもあらずかなっていう。まあ起死回生が安定かなと。はい、これタスキじゃなければ余裕で飛びます。はい、クソ強いクソ強い。これなんですよね、この起死回生を鬼のようにばらまいて、さらに圧倒的スピードでトンボ返りを放つことによって、相手のタスキもねしっかりと潰していくと。これがマジで鬼のように強い。はい、ここね、あくび入れるのも、あくび入れるよりかは、まあ、起死回生で削った方が手っ取り早いのかなと。いや、あのね、相手初手ギルドガルドでゴーストタイプだったんであれなんですけど、まあに対しても強く出れるというか、あくびで回せるっていう強さもあるんで、しかもトンボもあると。いや、マジ鬼のように使いやすいとは思うんですけどね。大バーン、まあ、この大バーンはしっかりとね、こう天候を変えて火力落としてってしないと。マニュール、マニュール、まあさすがに二角でしょと。はい、しかも何持ってるか持ち物考察っていうのは、まあ、できてないんですけど、まあ、角位置はないんで、こちら側に対してはなんで、しっかりここで天候さえ変えれば耐えて殴ってで終わりかなという感じですかね。はい、ナイス急所耐えるでした。はい、美里さん対戦よろしくお願いしますということで、マホイップ、モフモフヌオーをトゲで丸、あ、ロズレイドおるやんか。これロズレイド、選出はしづらいでしょう。
ロズレイドミラーは見れんそうやな。一方ね、こっちはね、割とロズレイディングをしっかりと使っていけそうではあるんだが、はい、ではあるんだが、これ初手さ、トゲネマルかノラゴンでしょ。であればデスカーン、うん、いや、魔法一風もあるっちゃあるな。オッケー。けどね、これあの対面したらロズレイドミラーなったらおそらくこっちが行かれる、いてこまされる。お、なんか黒ギャル、なんかスプラっぽい、なんとなくやけど。ミサトさん対戦よろしくお願いします。マホイップか、嬉しくはない。まあね、おそらくもう瞑想以外ないんで、ここはもうあくびで、はい、流します。さすがに初手から触ってはこないと思うんですけど、いや、お前も黙って瞑想積んどけ、魔法よ、こない頼むぞ、かわいい。けどさ、思うのが、こいつさ、瞑想積むときさ、なんか人2、3人マジ殺してきましたみたいな顔で、いくぞ。うおー、これなんか平気で人殺す顔してっから、うん、そこはね、もう一回あくびでちょっと見ていいか、動き。マジで触らなくないんだよね。で、何が出てくるかなんですけど、これもう一回あくび打ちますわ。もう一回あくび打って大フェアリーか。なるほど、大フェアリーか。であるならば、一段階上がってるんよね。ハハハハ、5体だわ。これ起死回生の打っていいのか、なんかあんまり良くないような気がするな。いや、これね、上からあの起死回生一発入れ、いや、一発こらえて、で上から起死回生打って、まあダメージ量がどんなんかはちょっと予想できないんですけど、あー、交換読みね、オッケーオッケーオッケー、ロズレイドへの交換読み。てかダイバーンとか持ってんのお前、マジカルフレイムか、おそらく。まあそれはいいや、うん、ここはね、もう起死回生しかねえわ。うん、起死回生打ってけど一匹交換で、で体力ある程度削って、で相手大魔からしたっていうのは仕事したと言えるんじゃないか。うちのこいつ、え、いや、それはなしじゃない、何して、え、え、何、何がしたかったの今、先制技とかないやん。え、で特に起死回生つかせるやつもいない。もしかしてやけど
道連れとか持ってるとなんか勘違いして、いやどうだよ、まあでも起死回生やろしかないです。さあどんぐらい入るか、えビビったわさすがに。これね相手もう受けれるとおそらく判断するんで、正直もうちょっといけるかなって思ったんですけどねであればここね相手解ける選択したのであればあくびで、はい、いやちょっと解けるはね、うん、あんまり、え、瞑想解けるマジカルシャイン、あと炎のあれかマジ、ねね、特攻下げるやつ、特攻下げるやつか。さあこれどうする、うん、交換するのか、けど正直ここでロズレイドに交換して焼かれるのが一番最悪なんで、はい、さっき前の試合も一旦置きされたんで、さすがにでも一旦置きはないだろうということで視界性でもうリタイアしてもらいます。あ、積んでくる、いいの、アギルダまた仕事しちゃうけどいいの、それはこれね、アギルダの活路が見えてきたね。うん、コンボで、いやそれはちょっとねあんまりよろしくないんじゃないか。さすがにロズレイドのヘドロ爆弾で落ちるはず、マジカルフレームや、マジカル、なんか今降りてきたわマジカルフレームが降りてきました。うん、ここで大魔切る必要は果たしてあるのかっていう、誰も大魔切ろうかな、まあ、結局鬼しずくもかロズレイドで切ることになるんですけど、ダイヤシットで一発積みます。まあね、あの積み積んで結局まあヌオーの天然があるんですけど貫けるんで、はい、問題なす、なす、もう問題なす、いけジェントルマン、いやこのロズレイド相手どう処理する、あ硬い、もう一回出てもいいぞ、いやマジカルフレーム落ちるか、あいいね、うん問題なし、何も問題はない、ふんこれ眠らせりゃ終わり、ポケモン、うん、ポケモンも人間も一緒、サトシもサトシもピカチュウも一緒、すべてで人類みな平等、平等パンチ。でもさっきこの前の試合か、一旦で起きられてっから、うん、まあこれでトントンと、まあこのイカちゃんには悪いことしたなとは思いつつも、まあどれか解けてもらう、はいはい、ちょっと安直やったちょっと安直でしたけど、ここでしっかりと大草原を打つことによって火力上げていくと、大草原、大草原、大ウォール眠り子なの方が良かったかもしれない、どうだろう、
ネタ相手ネタ。あ、引っ込めてキテルグマ同人。いや、同人じゃないでしょ。何を透かしに来た。帽子、いや帽子じゃない、モフモフ。帽子ないな、確かこいつ。え、何をしに来たの。いやこれ相手結構積んでるんじゃないか。いやまあこれね、もう結局ヘドロ爆弾がもう相手が交換しようがしなかろうがもううっていればいいんすよね。うん、行っちゃう。はい、どうで、ここでのトゲデバル何なのかな。どういう頑丈でどうのこうみたいな感じだと思うんですけど、方がちょっといまいちわかんないんで、まあ一応眠りとかぶっこんどくか、うん、一発で飛ぶようなことはないはず。ハッピースリスリ、オッケー。そんな悠長なことしてる日はあんのか。よし、いやもうこれ相手も八方塞がりの陣引かれてんじゃねえのか。うん、まあタイプ1ギガドレインが一番火力出るんかな。はい、まあ、降参じゃないですか。おほほ、選手としては認めよう。だがこのダメージ量、火力高いな相変わらず。おお、きつくないか。あいへ、あーひるみ出ない、いいね。おほほほ、マジでか。そこはもう本当にさすが、さすがと言いましょう、言うべき3時にあたりする。うん、言ったら相手も今30パン薄いとこ引いてくから。だがこの HP1 のアギルダーなんですよね。先制技ってあるっけ。ないよ、ない、多分デコゼッカーとかある、あったような気もするけど、うん、はい、ということで対戦ありがとうございました。はい、マッチングいたしました。レイさん対戦よろしくお願いします。外役カバリザドリューアリーからのオーロンゲということで、うん、やっぱね、やつがいる時点でロズレイドは選出しないといけないのかなと。で、アイテム見る限りオーロンゲかカバルドンが一番先方を投げてくる可能性が高いのかなという感じなんで、本当だったらロズレイド置いておきたいところなんですけど、まあ、ちょっとねロズレイドは大切に使いたいの。後出しで、バタフリーに対して出したりもできるんで、ということで一発目はシャンデラいきます。はい、シャンデラロズは確定で、であと1体アタッカー枠としてしっかり仕事してくれそうなやつは誰かなっていう時に、アギルダね。あのこう後からアギルダーが突っ込んでくるっていう結構新しいスタイルでいこうかなということで、対戦よろしくお願いします。レイさん、バタフリーかー。
お前前さあ、はい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 、うんこうんこって何か言われるんよ。ロズレイドで何も考えずに、正直相手もね、このシャンデラ遅いし、まあ、おそらく S に振ってれば、眠り子だ、はい分かってますわ、バカだやること一緒マジで。で、身代わり、超舞、暴風、みたいな。はいはいと。で、じゃあ、ってなると、相手何してくるかっていう感じなんですけど、交換でリザとかなんかな、もしかすると。リザあるこれ。交換。リザワンチャンなんすけど、けどまあちょっと様子見でヘドバック打っときますわ。うん、マジカルシャインでもよかったかな。あ、身代わりオッケー、一生やっとれ。いっちゃう、これね、ちょっと安直にヘドバックを打ち込むよりかは、あの選択肢あるんだぞアピールした方がいいのかなと、はい思うんで、で次何打つかってなるんですけど、バタフリー戦法やったらリザードは多分入ってるとは思うんですけど、でってなるとスタフェアリー、毒アイアンと後から投げられたら辛いところではあるんですよね。マジカルしないかな、ヘドローバー、よし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 、リザードンか、まあ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 、よしよしよしじゃねえな、ほんま一応ね、これシャン、あのロズレイドは残しとかないと結構きつい展開だと思うんで、はい、なんでリザードがしっかりカット半面で抜けてくるんですよ、ね、あでもここシャンデラで大魔切るっていうのも一つの手段とは思うんですよね、しっかりとここは受けて、はいクソ硬い受けて、じゃあ相手何してくるかっていう、まあ何してくるかっていうか、有効打はないと思うんですよ。なんでかもシャドモで安定なのかな、エアスラで上から広がってくるっていうのもまあ十分あるんですけど、うん、けど一回大魔か、へえ、で大ジェット積んでみたいな感じか、であればおそらくなんですけど、こ耐えると思うんですよ、うん、余裕で耐えてくれる。でこれ S 一発上がってどうだっていう、これ大巻き手を組めきやったかな、これ死にだし、死にだしアギルダーでいいかなってちょっと思うんですけど、死にだしアギルダーあくびで、
死に出しアギルダアクビで交換読みロズレイドの流れで第3弾って来るんかな、大バンか、はいはいはい、でここでもうさすがに S は抜かれちゃってるんで、でおそらく相手からしたらもうここでリザードン落とすわけに眠らせるわけにはいかないと思うんで、はい、ここロズレイド交換します。で、アギルダーはもう弾丸として取っとくこいつはもう弾丸最後に敵を撃ち抜く弾丸としてこいつ取っておくんで、オッケー、このタイミング相手嫌がってたんで、正直ダイヤシット見せた後に、ダイヤシット見せた後にリザで焼きに来たのであれば、アイアンと成立はないのかなと、はい、思います。うん、ってなるとこれでもダイマ、いやダイマ切ってもか、いやヘドバクなんかな、ヘドバクで、うん、超うまい、これで暴風打ちに来た感じかな。まあ威嚇か、やっぱこれ何があるのかな、バトンとかある、もしかしてけども、おそらくこれもう舞うしかなかったと思うんですよ、暴風で混乱引きに来る。ヘドバック見せた後にリサ飛んできたってことはバトンや、うわだるい、S1 段階上昇か、めんどくせえな。さあどんぐらい入る、よしよし、アイアントおるん、いやならさヘドバック見せた後でアイアントでよかったんちゃうかって思うんですけど、どうでしょうか。いやでも正直アイアントめちゃくちゃきつい、うん、眠り粉で、眠り粉で、あ、出会い頭、くぅ、あ、もうお前マジか、火力めちゃくちゃ、あー、いやこれ大魔で、いやさすがに、あ、大魔やったな、大魔以外なかったわ、あ、しょうもな、騎士改正でこれもどんぐらい入るかっすね。正直いまいち騎士改正のダメージ量そこまでまだ感覚的に把握しきれてないんで、あーもうよっしゃバカよし、ええいやもうこれ、え、なにこれ、ああ、うやべ、ちょっとちびそ、
ギルダお前最高だ。いやこれどういう対戦ありがとうございました。こういうことですわ、勝利とは。